どうも皆さんこんにちは、こんばんゆうこれです。今回なんですけども、こちら強化されたサフィーラを使ってウラシュラランク上げ編成紹介していこうと思います。はい、サフィーラですね、まあ、遅延6にスキルがね、無効間攻撃上昇上限50億6解除火水を光に生成持ってるんですけども、めちゃくちゃ強化入りまして、まず上限50億解放で火力出せるようになって、さらにロック解除がつきました。でエンハンスも持ってて、ロック解除生成かつ上限50億になったんで、かなり強くなったんですよ。しかもリーダースキルも攻撃力35倍にね上がりましたので、ウラシュラ周回において火力そして上限解放もついたんで、めちゃ使いやすくなったんですよね。で一番でかいのがやっぱロック解除ですね。サフィーラって盤面ロック食らうためにね、こう危なかったんですけど、もうこれからはサフィーラ使えばロック解除で対応できるようになったんで、使い勝手かなり良くなったんですよ。なんで今日はサフィーラをね、リーダーにして、実際にウラシュラ周回していこうと思います。早速編成の方紹介していきます。リーダーサレーネ、超つなげし遅延5つつけてあげて、こちらカラット武器継承ですね。でファスカはスキブに遅延5つつけてあげて、パワー武器継承ですね。スキブ2個ダンボと。で、カミラスキブ遅延5つに、こちらカミラ武器継承です。はい。でカラのコタロスキブ吸収無効潜在にベロア継承です。でサフィーラです。回復エルジに遅延6つつけてあげて、こちらイレイザーヘッドつけてあげてください。で最後にこちらサレーネ超つなげ遅延5つにこちら日向武器継承です。で今回実はサフィーラの強化に加えて、この日向が実は2人目のメインで、あのこのスキルでメノは格殺になったんですよ。今までメノあって、上ならスキル使ってワンパンとかが多かったと思いますけども、このスキル使った瞬間確定で倒せるようになって、もう今ウラシュラに革命起きてるんですよね。なんで今日はサフィーラ強化後かつ日向初使用でウラシュラ遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずコタロを使います。コタロを使って、左サレーヌ使って、カミラ使ってずらしていきます。まず1階層はずらしワンパンで、2階層はパズル教室していきましょう。パズル教室は全活チャンネルで、パズル教室クリアしてあげて3階層です。サフィーラ変身していきましょう。サフィーラ変身からのファスカ打ってあげて、無効間組んでいきます。でこれでワンパンしていきましょう。さあしっかりと倒していきます。突破です。でまあ続きまして4階層です。4階層は光の無効貫通組んで殴っていきます。はい、ルーレット活用しながら無効貫組んでいきましょう。できるだけルーレットに被らないようにね、無効貫組んでいきます。被ってると単純に難しいんでね。はい、で5回でサフィーラ使いましょう。で不要色も消しながら無効貫通組んでいきます。 OK、 ワンパン。さあ6回層です。6階層も無効貫で殴っていきましょう。欠損してるんで ルレ利用しながら殴っていきます。欠損じゃあルレ利用してあげると楽なんでいいですね。はい、これで無効貫でワンパンしていきます。突破です。もう本当に基本ここから無効貫組んでいくだけで、まあ一応欠損時1コンボも組めるので対策はどうにでもできるかなっていう感じです。これサフィーラ使いましょう。はい、で無効貫組んであげて、これもワンパンしていきます。でもルーレットはここで消えます。はい、ルーレット中はちょっとパズル頑張る必要があるかな。で8階層です。ポタロを使って無効貫組んで殴っていきましょう。はい、これで無効貫通でワンパンしていきます。結構毎ターン木と水光、木と水と火ですね、消えていく感じなので、闇と回復に関しては冬のタイミングはちゃんと消していくのが大事。ここの遅延はどうしようもできん。普通にサフィーラ使いましょう。こういう風に不要色ある程度消しておけるとめっちゃ快適になっていいよねっていう話。あ、そっか、コンボ消しあるんだったわ。コタロを使ってちょうどいいですね。遅延食らってたんで、はい、こんな感じで無効貫プラス 4C かな
組んであげて突破していきましょう。倒していきます。さあ続きまして10階層です。サフィーラ使いましょう。すごい盤面、ここまでワンパンしていきます。さあ11階層です。ここも小太郎使ってあげて、まずは無股間で一発殴りでからのサフィーラ使います。荒れてる盤面一回ちょっと消しながら無股間組んであげて突破していきましょう。さあ続きまして12階層です。ここはまず1コンボ組みます。でも闇ドロップ消しておこう。そしたらサフィーラ使ってあげて超つなげして殴っていきます。木と光ドロップを残してあげてください。マジでこんな感じ。これでしっかりと倒していきます。はい、超つなげしてワンパンです。小太郎の副属性で破壊できます。さあ13階層、ここはファスカからの小太郎を打ってあげて小太郎でロック解除していきましょう。はい、これで無股間組んで倒していきます。特に小太郎を使うターンはね、木を光に変えるだけなんで、ちょっとサフィーラ使った後は色残しておける思考があるとめちゃめちゃいいですね。快適になる。こんな感じで無効感組みながら倒していきます。サフィーラ使ったら光残すっていう感じかな。でコタローも全部消しちゃって OK。 コタロー使います。はい、で光無効貫通組んで殴っていきましょう。ここもワンパンです。もう一生無効貫通組んでいくだけでいいしね。やっぱサフィーラも強くなったんでね、快適に回れますね。でここは回復1コンボ必ず組みながら殴っていきましょう。ちょっと光あんま消したくなかったけど、まあこれで光消してあげて、まあ、欠損は1ターン耐久します。はい、適当に耐久してあげてサフィーラ打って倒していきます。はい、これで無効貫通組みながら倒していきましょう。突破です。では続きまして17階層です。ここは小太郎を使って無効貫通組んでいきます。さあ続きまして18階層です。ここもサフィーラ打ってあげて無効貫組んでいきましょう。よいしょ、これでワンパンしていきます。さあ続きまして19階層です。まあサフィーラで無効貫組んでいきましょう。はい、まずは無効貫通で超根性まで削りでからのサレーネ使います。サレーネ使ってあげてずらしていきましょう。このままずらして突破していきます。これでワンパンしていきましょう。で20階層です。20階層も小太郎を使ってあげてファスカ使ってあげてワンパンしていきます。はい、こんな感じで突破していきましょう。でまあ続きまして21階層です。サフィーラ使います。ここもサフィーラ使って無効貫組むだけ。そしたら皆さんラストいきましょうか。
はい、ということでボス2ですね。はい、ここで使っていきましょうか、この最強のスキルをね。この4億固定 ×7 回を使うだけでですよ、これを使うだけでウラシュラのメノアは全部死にます。キメノアを含めてこれだけで破壊できるという編成でした。いかがでしょうか。スキルで終わるのがおもろいな最後、まあ、という感じがね今回のウラシュラ編成でした。マジ結構えぐいっすね。まあ新時代って感じだよねこのスキルが。ひなたやばいわ。ひなた武器でボススキップできちゃうし、まあ、すごいね。あのサフィーラ編成もね、サフィーラ強化されたことでかなり使いやすくなってるんでね、まあぜひ組める人は使ってみてください。じゃあ今回の動画は終わりになります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。